こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。えー、皆さんお元気だったでしょうかえーね、今日、あのー、ご紹介したいのは、えー、何度か説明をしてるんですけれども、この座るだけで姿勢が良くなって、えー、本当にね、えー、見た目も、えー、後ろ姿が美人になったりですね、えー、また、体の方も、腰痛であったり、そういうものが改善したりってするような、本当に、あのー、ま、作業療法師さんが作った、 ピンとっていう座布団なんですね。えー、これ、もう椅子で、椅子に、この上に置くだけ、置いて座るだけですね。えー、まあ、このような形で、えー、まあ、座っていただくだけでですね、あのー、まあ、楽になってくるという、そ,それとか、歪んだね、えー、体を矯正してくれるというような、そんなような、あのー、座布団なんですね。えー、まあ、それで、 ま、その機能っていうのは、あちょくちょくご説明をしてるんですけれどもね、えー、今日はね、これを、あの、丸洗いするということができるんですよ。えー、どういうふうにするかというとね、えー、ここにチャックが、えついております。これね、チャック。これをね、もう、こういうふうな形で、こういう、すると、ね、中身が出てきます。ね、えー、ですから、これを、本当に、まあ、こんな形で、 えー、脱がしてやりますするとね、えーまあ、こんな形で、ねえーまあ、中身こういうふうな形で脱がしてやりますもう本当にあに中は柔らかいもんでできてますからもうどん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 こういうふうにずらしてやってですね、えー、もう割と雑に扱っても問題ありません 中身はこんな形です。あのー、ちょっと後、後で見ようかな。はい。え蒸、ー、れないように穴が、ね、通気性が良くなるように穴が開いてます。こういうの形でね。それとか、えー、背中の方面もこうなってます。こうなってます。ね、こういった、あのー、ものがですね、えー、ありまして、 そしてこちらの方が、えー、カバーになります。カバーの方はね、えー、丸洗い、えー、できますのでね、えーまあのー、気になる方は、えー、ちょくちょくね、えー、こう言って、あのー、脱着しまして、そして、えー、これを、あのー、洗っていただければいいかなと思っております。ま、あのー、こういう風に使えばですね、えー、夏場使うとどうしてもね、 あのお,しお尻の辺りも汗かきますんでね、あのー、こういう「ああくさ」っいう風になったらあれなんで、えー、ちゃんと衛生面でも考えましてちゃんと、あのー、これを外して、えー、手洗いというかあのできますのでね、えー、よろしくお願いします、まあ、そんな形で、えー、実はこのピントなんですけれども この、あさってから始まります、えー、三宅産業店っていう、私もずっと10年以上これ出店させてもらってるんですけれども、えー、今回はコロナ禍でですね、えー、まあ、ないのかなと思ったんですけれども、もうこれ、こちらね、55回目の、あのー、展示会になります。まあ、そういった伝統で、えー、規模は若干縮小しながらですね、えー、やることになりまして、 えー、当社の方もこちらの展示会、三宅産業のミニ展示会、秋のミニ展示会にこのピントを下げてですね出店しますので、えー、皆さんの方ももしよかったらね、えー、来てください。実際にピントの、あのこういった、えー、ピントの椅子とかですね、それとか、えー、またこちらですね、ピントエアーっていって、もうあの持ち運びができるピントですね、それとかピントドライブっていう、 そういった3種類をご用意して、えー、実際に座っていただいて、どんな感触か、えー、まあ、あのー、ちゃんとね、肋骨の支えとか、骨盤の支えとか、お尻の支えとかね、えー、足の支えとか、こういったものを、あの、実際に体感していただいて、えー、しんどくないかとかですねあ、座り心地はどうなのかとかね、そんなものをもう体感できるような、あのー、展示会になっておりますので、 またそれ以外にもねえ、もちろん三宅産業さんがいろんな展示品をご用意してますので、それを見るだけでも非常に楽しいんではないかと思います。はい。えー、ぜひ、この秋の、えー、三宅産業のミニ展示会、10月の31日、11月の1日日曜日ですね、この2日間、それで、えー、31日は9時から5時まで空いておりますし、えー、1日は9時から4時までの、えーあ 4時まで空いております。場所は関音寺の駅前の、あの、三宅産業株式会社の、えー、会社の敷地内に、えー、やっておりますので、ぜひね、お越しください。それでは、今日はね、えー、これで終わります。さよならバイナー